これであったらおかしな女子いないですけど、ジャズの世界は未だにですね、なんかそのまず英語の発音ができないとジャズができないというようなことを言う人が未だにいます。でまあ面白かったんですね、その人に。でその人は枯れ葉歌ってるんですよね。だから言語で歌わないとダメだって言うんです、その、まあ、女性だったんです。であなた枯れ葉歌ってますよね、歌ってる、それはあれはシャンソンだからフランス語でしょって言ったら、そうよねって、そこで黙っちゃったんですね。その人英語で歌ってるんですね、枯れ葉、別にその別私はそれで構わないと思うんですけど、その人はだから言語でないとダメだ、まあ、自分で自分の首を絞めちゃったわけですけど、まあ、日本語でも別にどの言葉でも別に構わないですね。聞いてる人に伝わるかどうかが大変大切だと思うんですけど、なんかまあそんなことを言ってた、まあなんかジャズの世界は未だにすごくこう保守的ですね。今日ジャズの人おられないですよね。まだね、すごいおられたら大変、すごくなんかその、まあ、ジャズっていうのはそういうなんか技術っていうか、ジャズっていうのは結局その技術なんですよね。この音楽 あのジャンプじゃなし、だからどんな曲でもジャズでできるわけですけど、まあ、別に君がやであろうが、もしもし神やでも何でもジャズでできる、それにできるジャズ技術があるか何かがジャズの分かれ目ですけど、だからすごいそこにこだわられるわけですよ。だからまあなんていうんですか、お客さんがこうついていけなくてもこうほったらかしみたいな気がするんですよ、ジャズのややこしいなんか演奏してる人は。それでまあお客さん納得してるから変かもしれない。これちょっとなんかついていけない部分がありますね。音楽ってそんなものと違うような気がするんですけど、まあお客さんが喜んでたらいいんですけどね、それ何言ってるか分からなくて何を言ったのか。 Because っていう曲をこれはあのすごいすごい古い曲です。あのビートルズがデビューした頃のリバプールサウンドのグループの中の一つにデーブ・クラーク・ファイブっていうのがいまして、彼の最大のヒット曲がこの「ビコーズ」っていう曲なんですけど、あれやろ、はい、クマムシやろ、クマムシやろかな、なんかデーブ・クラーク・ファイブっていう、まあね、いわゆるリバプールサウンドです。その僕そのデビューアルバム今でも持ってます。すごいあのいい曲があるんですよ。あまり流行らなかった。その Because をまあ、ボサノバにして、まあ、日本語にしてやってます。ちょっとやってみて、最近全然やってないですよね。ちょっと、なんか、なんとなくやってみたいと思います。もう一度生まれ変わるよ。
本当はあの三部合唱なんですね、この曲は。あのハーモニーが入って本当にあのアカペラでもできそうな名曲だと思います。あのこういう曲に出会って本当に、誰もやってないんで嬉しいですね。この曲をやってる人は多分あまりいないと思いますけど、こういうあの古い名曲を探して発掘してそれをこう演奏するのがすごい自分ではすごい楽しいです。聴いてる方は楽しいのか分からないんですけど、やってる方はすごい楽しいです。誰もこの曲に誰も気づかないのかなっていうのがあって、ということですよ。何でもいいんですけどね。ビートルズの曲でもその、あのセルジオ・メンデスってなんかビートルズが好きみたいでなんかその、やってますよね。無理やりっていうかと、あの、だいぶ前のブラジル、ブラジル76か77の時やった「フール・オン・ザ・ヒル」っていうビートルズのポール・マッカートニーが歌ってる曲があるんですけど、それをおさまに仕立てにしてですね、セルジオ・メンデスがやってましたけど。それは、まあ、英語です。英語でやってましたけど。フルオンザヒルっていうのをやってみたいと思います。おなじみがあればいいです。これ教科書に載ってるんですよ、この曲。ビートルズの曲ってたくさん載ってます、教科書に。あの一つは英語の教科書にあのビートルズの曲が載ってて、もう一つは音楽の教科書に載ってます。だから両方にビートルズの曲が載ってて、それもいろんな曲が載ってるんですけど、まあ、子供
まあ、子ども向けなんでね、割と子どもが好きそうな、ですね、なんとかね、ダララン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 っていうとかやってて、ランダマンが出てくる。ペニーレイとかですね、割と簡単な曲が多いです。すごい時代は変わったな。もう僕の子供がですね、中学校行った時にですね、音楽の教科書を持って見せたんですよね。ここに載ってるでって言うんですよ。ほんなら、その音楽の教科書を一番最初、一枚パッと開けたところです。左側はベートーベンなんです。で右側にビートルズ4人写真があるんです。ほらーって言うんですよ。ほんまに載ってるなーって言って。本当に、その娘がですね、それ見せてくれた時には、すごいなぁ、こんな時代が来たんだなと思いました。娘はだからビートルズ、名前は知ってるんです。ビートルズ知ってるでって言うんですよね。で、ビートルズ知ってるって何知ってるのって言ったら、名前は知ってる。でも、まあ曲かって、それは知ってる曲もあるかもしれないですけど、ほとんど、だからその僕らはベートーヴェン知ってるでというのと一緒で、まあ、ベートーヴェンって少しぐらい知ってますけど、結局そのビートルズの本当のデビューした時の姿とかですね、あまり知らないわけです。で僕すごいそれで LP レコードを家にあるんです。まだ LP プレイヤーもあるから、それ出してきてですね、かけたんですよ、その時に。で LP レコード見たことないですね、子供って LP レコードだから、こう出してきたらびっくりしてるんですよ。これ何これ、B 面がある、裏面も、ほら、裏もなるんやでって言ったら、すごいなーって。CD は片面しかなれるから、B 面があれへんねん。B 面ってこれやってんなーって言ってました。ほんで、ターンテーブルに置くとですね、これアームがうーんと自動で動いてきてですね、ピタッと止まって、下がっていくんです。で、ポツッと針が折れたら、ゴロ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 とかなんか音がして、ほんで、音が、歌が鳴り出したらですね、うわ、これ、ほんまに目の前で歌ってるみたいやって言うんですよ、そのステレオ装置。いつもそういうなんかチャチなんていうか、ね、iPad とか iPod とかで、ウォークマンで聞いてるから、そういうステレオの音知らないですよね。で、本当にステレオサウンドでバーンってなった時、なんか、すごいなって言ってました。ただ歌は分かってないですよ。で、まあ、なんか、これではいけないと思って、もうビートルズをなんとか、自分の子供に分かるようになんか伝えたいなと思って、まあ、まあ、なんかしょうもない文章をずっと書いてますけど、いつになったらその出版されるのか分からないですけど、まあ、そのうちなんか、今船の本が優先なんで、船の本を一生懸命書いてて、もう、まあ、今年中には出ると思いますけど、その次ビートルズかかる予定ですけど、なんか何もなければですね、このまま生きてたら多分出ると思いますけど、いつになるか分かりません。先短い本当に知らないんですよ。ビートルズっていうのは、まあね、その有名なイエスタデーとか、そういうの知ってるんですよ。だから、まあ、そういうからね、富士山の頂上みたいなところ知ってるんですよ。彼らは別に天才でも何でもないんですよね。ただ自分のやりたいことを自分たちの方向でやった、で、まあ、成功したわけです。彼らが素晴らしいのは、天才とかそんなんじゃないんです。自分たちのやり方っていうのを自分たちで見つけたことが、彼らは本当に素晴らしいと思います。今のミュージシャンなんて、シンガーソングライターは当たり前と思ったんですからね。そのビートルズではシンガーソングライターなんて言葉はなかったわけです。自分で作って自分で歌うっていうことを彼らはやったんですけど、まあ、すごい、すいませんね、話がない。なんかそんな、その一時なんだ。ということで、ちょっとイマジンを一緒に弾いていただくか歌っていただくか、歌詞わかりますか？イマジンってわかります？ちょっと知ってるけれど。C からです。あれ、イマジン C です。から。あ、すごい、すぐ出てくる。イマジンどうして。あ、そう。だいたい。これですね。
no hell below us. Above us on the sky, imagine all the people living for today. You imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. I know I will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Kansou dozo. I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. ジョン・レノンの、残してくれたあの 我々のプレゼントがこのイマジンという曲はその一つです。すごい今、まあ、アメリカの大統領がトランプになってですね、いろいろ、なんていうんですか、火種があっちこっちで起こりそうな予感がしますけども、前、まあ、共和党のレーガンが大統領になった時にですね、湾岸戦争が起こったんです。で共和党のフォードやったかな、オバマの前の大統領ですね、フォード大統領になった時に、911が起こりました。ブッシュ、フォードじゃない、ブッシュでした、ブッシュ大統領の時に911が起こって、まあ、アフガンとか、まあ、攻め込んで、またアメリカは攻め込んでいったわけですけど、トランプは好き放題言ってですね、まあ、どうなるか本当に世界中の人が心配してる、まあ、彼にはそんな人の話を聞く耳に持ってないような気がするんです。911の時にですね、小野洋子がニューヨークタイムズにこのイマジンの、全面広告です。新聞を開けたら。でも真っ白なんです。真ん中にこのイマジンの、歌詞だけがあるっていう CM を出しました、彼女は。なんでかっていうと、その時イマジンは放送禁止になったんですよね。911の後にです。それにまあ、彼女らしいやり方です。すごい。そういうこのイマジンはその時に、まあ2001年ですね、だからもう16年前ですか、その時にまあやられた曲ですけど、大変これは船旅に出て僕バサノバとかジャズやってますけど、この曲は
各地でやらせてもらってます。この前アイスランドっていうとこ行ったんですよ、去年。でアイスランドとビートルズは何の関係もないと思ってたんですけど、アイスランドレイキャビックっていう首都の向かいに島があってですね、ちっちゃな島です、無人島なんです。でそこにそのイマジンタワーっていうのがあるんです。イマジンタワーってもね、そんな大きなもんじゃないです。この部屋ぐらいのこのなんていうんですか、丸い、パッと見るとなんか石油タンクみたいに見えるんですけど、丸い、まあ、こうケーキを、クリスマスケーキを伏せたようなこういう、建物があって、でアイスランドは冬になると穀屋になります。でその、何月か、9月からですか、要するに冬の時期になるとずっと暗いんですけど、そこに、イマジンタワーからですね、ずっと、イマジンタワーってのはタワーじゃなくて光の塔なんですね。それが9月から、12月8日までずっとその、なんていうんですか、光のパフォーマンスが繰り広げられると、それがイマジンタワーなんですね。イマジンピースタワーって言うんですけど、アイスランドにそのビートルズ仮の、施設があってですね、僕はそこの無人島までフェリーで渡してもらってですね、そのイマジンピースタワーの前でこの曲を歌わせてもらいました。まだアップしてなかったと思う。あんまりアップしたかな、YouTube に一応アップしました。お客さんゼロです。無人島ですから。無人島ですからお客さんゼロなんですよ。でもそこにタワーがあってですね、僕が行った時は白夜の時期なんで、光出てないんですね。で国屋なんて一日中夜ですから、そうするとそこにバッと光の柱が立つという、まあ本当にそれも小野洋子です。それをやったのは、もちろんもう常年はこの世にいないで、小野洋子をやるしかないです。まあ、彼女は立派です、すごく。そういう、なんていうんですか、自分のアイデアで、まあ、そういう、ね、人を批判したりするんじゃなくて、自分のアイデアと行動で、そういう夢をですね、届けてくれるというか、本当に尊敬できるなと思います。彼女は、まあ、世界で一番有名な日本人です。ね、我々日本人が、ね、誇っていいんじゃないかと思いました。すみません、長くなって。長いです。そんな喋るの長い。もうぼちぼち、ぼちぼちあれです。パンパでいいですよ。はい。ぼちぼち何かやらないといけないです。これやりましょう。これは次はボサノバのナンバーなんですけども、これは、日本ではあまりやっておられない、ブラジルでは割とよく知られた曲なんですけども、セムコンプロミッソ、約束なんかしていないってサンバの曲です。まあ、YouTube なんか、僕、ブラジル行ったことなんです。YouTube なんかで見るとですね、この曲がもう始まるとですね、もうお客さん総立ちになって勝手に踊ってるんですよね、その辺で。そういう曲なんですけど、まあ彼女を誘ってダンスパーティーに一緒に行くんですが、彼女は他の男とずっと踊っててですね、自分の相手全然してくれないっていう、まあね、まあ辛い気持ちなんですよね。よくわかりますけど、なんかそういう経験をした人にはこう、ね、涙なしでは聞けないわけですけど、まあどうでもいいですけど、セムコンプロミッソです、約束なんかしていないって言ってくる。あれ出てないか。すいません、話が長いから。フロアに流れるリズムにステップ踏みながら、他の誰かと踊り続けている。ダンスパーティーに誘ってきたのは僕なんよ。いつまで待っても釣れない。そうサンバのリズムを刻み続けるリズムセクション、今夜はやけに切ないサイソン、夜更けに向かって
ストダンスをただ一度お祭り騒ぎに浮かれてないでさあ僕と一緒にサンバを踊ろう約束なんかしていないけどラストダンスをただ一度お祭り騒ぎに浮かれてないでさあ僕と一緒にサンバを踊ろうさあ僕と一緒にサンバを踊ろうありがとうございます、セムコンプロミッソってやつクランカしていないっていう曲です。日本では知られていません、はい、そういうのをこう掘り返してこうやるのが大好きなんですけど。